お腹を引っ込めたい人、うまくドローインできてますか？はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ドローインのレベル1の2ということで、まあ、レベル1のね、1をやってない方は、そちらからまず練習してください。で、今回レベル1の2になるんですけども、まあ、ドローインがね、しっかりできない人っていうのは、お腹を引っ込める力が弱いですから、その場合で、プランクとか腹筋をしてもね、うまいことね、お腹が引っ込むようになりません。なので、今回ね、紹介するレベル1の2のバージョンになるんですけども、まあ、難しくはないのでね、しっかり意識してやってもらえたらと思います。やってみましょう。ドローインをする過程で、こういったボールとかクッションっていうのを用意してください。というのも、内転筋と腹筋っていうのは繋がってまして、しっかりね、ボールを挟んで、内転筋を使うことで、骨盤底筋群から腹筋にしっかり意識できますんで、こういったボールをね、使ってやってもらいたいと思います。四つん這いの状態で、ボールを太ももの真ん中ぐらいに挟みます。四つん這いの状態だったらですね、お腹が出てると思うんですけども、この出てるお腹をしっかりね、引き上げる。このようにね、お腹を引き上げるっていうドローインが大切です。プランクの時とかに腰を丸めてね、お腹に力を入れて腹筋を鍛えるんですけど、その場合は腹直筋が動員されてですね、腹横筋には効いてない状態です。なので、腰をあんまり丸めすぎずに、まっすぐぐらいでお腹をしっかり引っ込めて、ドローイン。出す、引っ込める、出す、引っ込める。っていう感じを、しっかりボールを潰してですね、はじめはこういった状態でお腹がね、重たいんで出てます。これを、しっかり腰を丸めすぎずに、まっすぐぐらいで、お腹をぐっと引っ込めて、ドローインしてください。ぐーっと、ももをね、しっかり力で挟みながらお腹を引っ込める。っていう意識です。お疲れ様でした。今みたいにですね、ドローインのバージョン2になるんですけども、クワドラフトドローインという名前なんですけども、まあ、これもね、ドローインっていうのはいくつかやり方がありまして、まあ、難しいドローイン、簡単なドローイン、いろいろあります。やはりこれでですね、プランクとか腹筋とかするために、ドローインをしながらそれをしなきゃいけないので、こうやって止まってる状態でドローインができないと、まずね、動いてるエクササイズ中にドローインの意識ができません。なので今回ね、レベル1の2ということでしたけども、まだ3、4っていっぱいありますんで、まあ、レベルをね、少しずつ上げながら、ドローインをうまくできるようになってください。ということで、今回ね、クワドラフトドローインという紹介でした。少しずつね、お腹を引っ込める力、ゴボッとね、お腹を引っ込める力がついてきますんで、継続して頑張ってもらえたらと思います。もちろんね、何秒するのかとかいろいろありますけども、まあ、とにかくね、ドローインっていうのは、通常生活してる時とかね、立ってる時とか、本読んでる時とか、電車に乗ってスマホ見てる時とか、そういった時にね、常にできますんで、まあ何秒とかね、何分とかいう意識よりも、常にね、気づけばやるっていう感じで心がけてもらえたらと思います。ということで今回、ドローインレベル 1-2 という紹介でした。頑張った方は、グッドボタンやコメント、チャンネル登録してない方はよかったらしてください。今後も皆さんにね、良い情報を流していきますんで、ためになった方はよかったらシェアとかしてもらえると嬉しいです。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。